雪だるま差しえ雪だるまは、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの創作童話の一つ。童話と物語の新集、第二巻第一冊に、馬車で来た12人の客、小金虫、父さんのすることはいつもよし、賢者の石、アヒル商社で、新世紀のミューズと共に収録され、1861年3月に、コペンハーゲンで観光された。ある屋敷のそばに、 子供たちによって雪だるまが作られた。自分では動けない雪だるまは沈んでいく太陽を見て自分もあのように動けるようになりたいというと、屋敷の番犬は太陽が再び昇ってきて雪だるまに走り方を教えてくれるという。生まれたばかりの雪だるまは番犬の言うことがわからなかった。次の朝、番犬が雪だるまに身の上の話をする。 今でこそ鎖につながれた番犬だが、子犬の頃は主人に可愛がられ、成長して、屋敷の管理人のストーブのある地下室で暖かく、過ごしたことを言うと、雪だるまは、ストーブのことが気になった。雪だるまの位置からちょうど地下室の中の真鍮で、ピカピカの黒いストーブが見えたが、雪だるまはストーブを、女の人だと思い、彼女に対して、自分でもわからない、妙な気持ちになった。 雪だるまはどうしてもストーブのある部屋に入っていきたいと思ったが番犬はあそこに行くと雪だるまは溶けてしまうと言った。その次の朝はとても寒さが厳しかった。雪だるまにとっては本来幸福なことであったが地下室の窓が氷で凍ってしまい中のストーブが見えない。ストーブに恋焦がれる雪だるまにとっては全く幸福ではなかった。そのうちに天気は 雪どけ模様になり雪だるまは溶けて痩せてゆく。そしてある朝、雪だるまはとうとう崩れてしまった。雪だるまが立っていた場所を見ると、ストーブの日かき棒が突き刺さっていた。子供たちが日かき棒を真にして、雪だるまを作ったのだった。それで、番犬はどうして、雪だるまがストーブに憧れたのかを理解した。ありがとうございます。